します。はい、今から26、7年前ですかね、平成3年から宿泊棟が完成し、4年にはこのかやぶきの体験棟が完成しました。で、都会の人からたくさん来ていただいて交流し、この地域の活性化を目的に作られました。そうですね、やっぱり都会から来る修学旅行で来られる子どもたちの体験、稲刈り体験、田植え体験、それから食体験、工芸体験などをしてもらっています。そういう団体さんが多いですね。それと地元出身者の方が同級会になり、友達連れて来てこられたり、また大島村時代からの交流があった人たちがここ利用 してもらっています。そう、東京とか神奈川とかね、埼玉とか、ああいうそこへ行って住んでなる人が、はい、来られてやってもらっています。これですか。はい、例えばこの煮物ですね。煮物、ゼンマイとタケノコ、こんにゃく、ほとんど山菜を中心とした料理なんですけど、春はね、一番早いのはふきのとう、それからこごめ、うどん、ゼンマイ、タケノコとかね、そういう時期を見ながら取ってきて、すぐ冷凍したり塩漬けしたりして、いつでも食べられるようにしています。こんにゃくは小さい子芋を春植えて秋取るんですわ。で、秋取って冷凍したり刻んですぐこう料理しあるように冷凍しておいて、冬だったらそれ使えますし、芋のまま、芋が大きくなるんですよね。その芋をもみ殻の中に入れたり、こう袋の中に入れて温かくして取っておくんですよ。雪が深いので、やっぱり昔からそういうあれがあったんですよね。塩漬けしておくとか、乾燥させておくとかね、冷凍して、最近冷凍っていうのはね、冷蔵庫ができたり冷凍庫ができてするようになったんですけど、昔はみんなほとんど塩漬けですよね。はい、塩漬けが乾燥ものを作って保存していたんですが、やっぱり米は色もいいですし、あまり生の時と変わらないんですよね。だからほとんどもう残さずにっていうかね、喜んで食べてもらってますですね。今の若い子供たちはあまり普段は食べないと思うんですよね。え、米が一番喜ばれるかな。米とのっぺ汁とか、あれおかわりするんですわ。でもおかわりするほどたくさん作ってなかったりしてねえ、そう、はい、食体験はね、一緒にさせてもらってます。私はね、のっぺ汁とか天ぷらとかそういうのって手伝ってますけど、手伝ってしてますけど、笹寿司とかで工芸とか、ああいうのは名人の人に頼んで来てもらってます。そば打ちとかね。
ね、あ、そうですね、やっぱり地元出身の人が多いんですよね。でやっぱりここの野菜とか山菜とかね、それがよくて来てくんなるんです。耐えられましたね。よかったよとかね、美味しかったって言ってくださいますしね。そうですね、やっぱり、料理が美味しかったよ、また来るねなんて言ってくなると本当嬉しいですよね。ね、遠くからとか、何回も来てくださる人にこれ以上また喜んでもらえるような美味しい料理を作ってもらいたいと思います。